シアル酸とは、ノイラミン酸の網の素や、ヒドロキシ元が置換された物質を総称する、ファミリー名である。通常、糖鎖の非還元末端に存在し、細胞の認識など重要な機能を担っている。ノイラミン酸は、分子内にカルボキシル元と網の元を持つ特殊な球単糖で、ガングリオシドなどの糖鎖の一部として存在している、ことが多い。 カルボキシル元の炭素を1位として骨格に番号を付けている。天然にはコイがアセチル化された N アセチルノイラミン酸が多く存在し、グリコール酸で就職された N グライコリルノイラミン酸が次に多く存在する。シアル酸を多く含む糖タンパク質であるセレクチンは人とその他の生物の結合を制御している。また、転移する。 癌細胞は多くのシアル酸リッチな糖タンパク質を発現しており、これらの癌細胞が血流に入るのを助けている。細胞表面に存在するシアル酸リッチな複合糖質は細胞表面の水分を保っている。細胞表面のシアル酸リッチな部位は、生理的な条件下でカルボキシ元の一部が乖離して、負に帯電することもあり、細胞表面を負に帯電させる作用がある。水は、 極性分子なのでまさに帯電した部分が細胞の表面に引き付けられる。また例えば赤血球の表面もシアルサンリッチであり赤血球の表面が負に帯電していることで赤血球同士が電気的に反発して凝集しにくいようになっていることなどにも関係している。CMP のイゴ AC のアセトアミド元に酸素原子を一つ付加する酵素である CMP のイゴ AC ヒドロキシラーゼ クムが作用することで CMP ノイゴ GC が合成される。人の動作にはノイゴ GC は遺伝子レベルで存在しないことが分かっている。250から300万年前にクムの遺伝子のエキソンが消えフレームシフトしているためである。これは人以外の生物ではノイゴ GC が病原体の感染に関わっていることが多く様々な哺乳類を家畜化する際に家畜と同じ。 病原体には感染しにくくなるためという説が指示されている。免疫にも関わっており、豚などの生物から臓器を移植した場合は、ノイゴ GC が含まれる動作に対し抗体を生産し、攻撃を始める。これが、医師間臓器移植の最大の障壁になるとも、言われている。ノイゴ GC 自体は、毒ではなく大量に、蛍光摂取した場合は、 ほとんどが吸収されずに体外に排出される。ありがとうございます。